皆さんこんにちは。目の目 YouTube マガジン骨董トークを始めます。早速ですが、5月号特集のご紹介をさせていただきたいと思います。5月号の特集は古美術と現代アートと題しまして、古美術と現代美術の両方がお好きな方々、作家さんとかギャラリストの方、古美術商の方、コレクターの方、皆さんを取材しました。現代アートというとですね、最近はポップアートとかインスタレーションとかそういったものをイメージされる方が多いと思うんですが、今回目の目の方ではもう少し広い範囲を考えまして、現代アートと題してはいますけれども、1900年代現代絵画や彫刻、現代陶芸、21世紀まで、そういった日本と絵画の作品両方を取材しまして、それと古美術が両方取り合わせをしている方々や両方好きで集めている方、紹介している方などを取材しています。さて、まず最初はですね、現代アートと古美術ということで、日本の代表する現代美術作家さんで有名な杉本博さんと須田義弘さんの個展のご紹介をしています。ではこちらの方を動画と一緒にご覧ください。こちらが須田義弘さんの個展、補作と模索の模索が開催されているロンドンギャラリー白金のあるビルです。このビルは東京白金台にありまして、白金アートコンプレックスと言います。現代美術作家の杉本博さんが設立した新素材研究所や小田原文化財団の事務所も入っています。4階がロンドンギャラリー白金です。ロンドンギャラリーさんを入ってすぐ右手、石のつくばいの陰に須田義弘さんの作品がありました。風車という新作だそうです。さて、こちらでは日本の平安、鎌倉時代の仏像や神像、狛犬など、ロンドンギャラリーさんが須田さんに依頼した補作作品が展示されています。古い仏像は大切にお寺でお祭りされていても修復や補作がされていることも多いんですが、補作をテーマにして展示されるというのは東京芸大の修復科の研究展以外では珍しいと思います。展示されている仏像は破損がひどいというものではないので、補作部分が多いというものではありません。台だけを須田さんが制作したというものもあります。中国唐時代の女子用です。木彫でこれほど大きい作品は珍しいと思います。近づいてみます。この紙の元取りの部分が須田さんの補作です。こちらも非常に珍しい平安時代の金銅仏です。金峰山から出土したものだそうです。須田さんは台を制作されています。こちらは手足と台座が須田さんの補作作品になります。補作をするためには、本当に時間をかけてじっくり撫で回すように見なければいけないと
須田さんはおっしゃっていました。それが大変勉強になるそうです。こちらはこれまでにも展覧会に出品されたりしているので、ご存知の方が多いと思います。平安時代の神像です。神様の両脇で守護する随神像だそうです。手と弓を須田さんが付作されています。手の木目が本体にぴったり合わせて作られていて、ギャラリーの店主の田島仁さんもとても驚かれたそうです。はい、ここからは須田さんの植物の彫刻作品です。今回は杉本博さんが東京美術クラブの小札会で購入された古美術や現代作家の器に合わせて作品を制作するというお題で新作が作られています。桔梗の青紫の色がとても綺麗です。田辺竹雲斎の掛け花籠をどのように使われるのかと思いましたら、このようにそばにこう寄り添うような感じで花が置かれていて、とても新鮮に感じました。ロンドンギャラリーの内装は杉本博さんが手掛けられています。2000年に開催された大蔵修古館での年下未書展は、ロンドンギャラリー創業者の田島満さんが所蔵する仏教美術を杉本さんが構成展示した画期的な展覧会でした。その時が杉本さんが展覧会の構成を手掛けられた最初のことだったそうです。須田さんもその時に杉本さんに声をかけられて、小さな雑草を仏像と一緒に展示したそうです。そのあたりは5月号に詳しく掲載していますので、ぜひ読んでいただければと思います。こちらは2代諏訪祖山の飛び聖寺に、須田作品の梅が生けられています。ものすごく近づいても本当に梅が咲いているようにしか見えないです。ガラス越しではなく間近で見られるのが嬉しいです。とても繊細な作品なので、手に触れることはできません。床の間や窓辺は自然光が入るように工夫されていて、光が当たるとより綺麗です。撮影ではお見せするのが難しいのが申し訳ないんですが、ぜひ会場で実際にご覧になってみてください。はい、ここからは銀座一丁目の小柳ビル9階にあるギャラリー小柳デイの展示風景です。今回の展覧会は2つのギャラリーで同時開催されています。須田さんの展覧会はこれまでたくさん開催されていますので、ご存知の方が多いと思いますが、作品を並べて展示するというのではなくて、空間全体を使ったインスタレーションとして、植物の彫刻作品を壁や天井の隙間、窓越しなどに置いて、観覧される方に気づいてもらうというもので、思いがけない場所に作品を見つけて、ハッとして空間の見え方が一瞬で変わる。そういったコンセプトも高く評価されていて、人気の理由の一つになっています。なので、こうして器に入った作品を展示するというのは、ある意味初めての試みだそうです。もちろん須田さんならではのインスタレーションも、展示されています。本当に生き生きとしていて、本物のチューリップが壁から生えてきたようです。こちらの切子ガラスの釣り花池も同じ色の朝顔が生けられています。取材の時に写真だけで器を発見してたんですけれども、
いざ作品になってこういうのを拝見すると、本当にまたハッとさせられるものがあります。本当に動画のアングルだけではなくて、実際に会場に足を運んでいただいて、ご覧になっていただけたらと思います。島村白鳳祭の手付籠花池です。ちょっと種がついて咲いちゃったというようなところに置かれています。こちらの小観音像は杉本博さんの所蔵です。お腹にみそぎかじの痕跡がある面白いお像だそうで、6月号に神奈川県立金沢文庫主任学芸員の佐賀孝之さんがその痕跡について寄稿してくださっています。足元には、須田義弘さんのもみじの作品が置いてあります。水面に浮かんでいるかのようです。こちらは、おととしに亡くなられた、白磁で知られる陶芸作家黒田泰蔵さんの花入れです。須田義弘さんは、こちらに赤い野バラを合わせています。はい、こちら5月号の表紙にもさせていただきました。古いジンボトルにスミレの花、須田義弘さんのスミレです。葉っぱにはちらっと虫食いの跡が見えたり、花びらにも細い筋が入っていて、とても繊細です。そして私は教えていただかないと見つけられなかったんですが、隅の方に雑草が生えています。こちらも会場の隅に、大犬ふぐりでしょうか。ぜひ会場で探してみてください。では、東京銀座のギャラリー小柳さんと白金のロンドンギャラリー白金さんの個展の様子を動画でご覧いただきました。次はですね、また偶然なんですが、同じ時期にですね、東京の青山表参道で古美術賞の大塚美術さんで開催されました。こちらも世界的に有名な現代美術作家の村上隆さんと、あと陶芸家、京都の陶芸家さんで人気のある村田新さんの2人展が開催されていました。こちらは小染付と魯山人をオマージュしたという染付の展覧会、あと村上隆さんの新作なども展示されている注目の展覧会でした。こちらはもうちょっと終了してるんですけれども、こちらの動画もご覧ください。東京青山の古美術展、大塚美術さんで開催されました、陶芸家の村田新さんと現代美術作家の村上隆さんの二人展、小染付、魯山人のオマージュの展示風景です。4月15日から25日まで開催されました。貴重な制作風景も取材させていただきましたのでご覧ください。村上隆さんは色を何度も重ねて、それを水やすりで削り出し、さらに色を重ねるという技法で深みのある無作為ともいえる色彩を出されたそうです。膨大な下絵の工程がありまして、その写真も少し5月号でご紹介しています。
この作品は魯山人の創業門のお皿を写したものです。この他に魚の周囲に海藻がこうなびいた魚草紋という文様のものも作られています。最初に登場した竜の文様のものも作られていて、全部で4点こうした作品を今回村上さんは作られました。今回、京都の鴨川の上流にある村田新さんの工房もお訪ねしました。熟練した技であっという間にお皿が出来上がっていきます。再び展覧会場の様子です。初日オープン前に伺いまして動画を撮らせていただきました。すでに入り口にお客様が並び始めていまして、会期中も予想通りたくさんのお客様で賑わったそうです。村上隆さんと村田新さんはお互い魯山人をリスペクトしているということで意気投合したそうです。今回は染付がテーマですが、魯山人は小染付が大好きでたくさん写しを作っていることでも知られています。村田さんは染付の歴史も今回テーマの一つとして、中国元時代の生花や明時代の小染付、日本の初期伊万里、安南といわれるベトナムの染付を写した作品など約300点を制作されました。大塚美術さんに伺ったところ、展示の補充が間に合わず大変だったそうです。村上さんの作品も、もう値段は世界レベルなわけですが、こちらも売約済みが出たそうで、さすがです。展覧会はすでに終了していますが、5月号で詳しいお話を読んでいただけたらと思います。はい、いかがでしたでしょうか。こちらの魯山人をリスペクトするというお二人、村上隆さんと村田新さんの取り組みっていうのは、ちょっと一昨年ぐらいから二人でされてらっしゃって注目されてるんですけれども、いろいろ魯山人が写した小染付の写しの写しなどをさらにこう絵画にしたりとか、面白い取り組みをされてらっしゃると思います。で、特集の方ではこれ以外にもですね、古美術がお好きな作家さんで橋本雅也さん、こちらの方は鹿の骨や角を使って繊細な花や植物を作ってる作家さんです。他にもですね、神木を使った彫刻、心臓を掘り出すというような三宅一輝さんとですね、自分ご自身も古美術が大好きで古美術を買ってらして、それを油彩で写実的に描かれているという石田純一さんの2人展、こちらはギャラリー空の間というところで開催されたんですけれども、そちらは昨年末の開催ですが、そちらの方の取材させていただいたりですね、他にも今中条小西さんという、こちらも面白い取り組みを、本当にジャンルにこだわらず中条小西さんの店主の小西さんがですね、お好きに集めたものを扱われているというギャラリーなんですけれども、こちらの展覧会の方のご紹介、あと京都の、古門前にお店がある新屋さん、こちらの方も面白いジャンルを扱ってらっしゃいまして、古美術とまではまだ言わないかもしれないというような大正昭和初期、
そういったところも注目されているギャラリーなんですが、こちらの現代美術の方も扱ってらっしゃいまして、こちらの作家さんの大滝雄一さんという方の現代美術作品、そういったものもご紹介しています。この他にも小山富雄ギャラリー代表の小山富雄さんと、美術評論家で東京芸術大学の名誉教授でいらっしゃる秋元雄二さんの対談などもお願いいたしました。こちらの対談は本当にこの特集の中でもこうキュッとこう締められるいい対談でして、ぜひ読んでいただきたいんですけれども、この秋元雄二さんと小山富雄さんにこの現代アートと古美術の両方の視点、両方から見たこう日本の今の美術業界の状況というか、そういったところのお話をしていただきました。このお二人は古美術がお好き、現代アートのご専門ですが古美術もお好きということで、今 お二人がお持ちの古美術のコレクションも1点ずつ持ち寄っていただいたりしています。ぜひこちらの方も読んでいただけたらと思います。ちなみに小山富雄ギャラリー六本木ではですね、今トムサックスの茶碗という展覧会も開催されているそうです。こう日本の茶碗をですね、現代アートの作家さんが作っているというところで面白い展覧会だと思いますので、ご興味ある方はぜひ行ってみてください。はい、では今日はこんな感じで特集のご紹介をさせていただきました。正直話してこう取材させていただいていて、古美術と現代アートというふうにあえてこう分けて考えているというのは日本だけだよっていうお話を伺ったりですね、やっぱりこう現代アートはこう人もとの付き合いというか、そういう作家さんとを知るということでも面白いんだよというふうに教えていただいたりですね、こう私的にもとてもこう勉強になるというか、いろいろこうジャンルを分けて考えないで自分の興味があるところを楽しんでいけたらいいなというふうにこう自分でも実感した特集でした。皆さんもぜひそういうふうに楽しんでいただけたらいいなと思います。では今日はどうもありがとうございました。